いただきます。こんにちは、ニッキーと申します。日刊ルラコラ頑張る人やっていきたいと思います。アービーと、ガンカゼのガチャアサリですね。冊子の言い方はさっきの続きです。はい、昨日か、昨日の続きです。ちょ、アサリやりたいのな、アサリ、マジで。うん。アサリやりたいから、これはもう間髪入れずやっていく。ちょっとマッチングして、マジですぐ。すぐマッチングして。ダメだったら一本で終わります。時間長かったらね、うん。こうなってくるとやっぱまあ、うん、話した内容は特段ないよね。昨日のやつもそんな話すことなかっただろうと思うけど、思ってる人いるかもしんないけど。話す内容がない。お前らで勝手にコメントしてくれ。やっていこう。まあ悪くないと思うよ、これ。悪くないと思う。このマッチング。これは勝っていきたい。うざやってくれたんか。侍のごとし。侍のごとし。死ぬ。下手くそだな、相手。これ勝てるかも。エイムやばい、こいつ。あれ、ザップって比較的まっすぐ飛ぶやつじゃなかった。まっすぐ飛ばない武器にした方がいいんじゃないのか、かえって。なに？まあ、言うてね、このタイのスクイクなんかタグが知れてるんで、たまたまマグロやっただけでしょ、あんな。ぴょんぴょんしてたまたま当たったんでしょ。びっくりした、今。なんかインクが。この4対4の数が決して有利でない時に死なないってことだね。それが秘訣だよね。こいつやばない？まあいいや、とりあえず。先歩がうざいっすね。先歩じゃない、ポイ戦か。ほらな、当たんねえんだよ、結局あんなやつのチンコはよ。見てなかった。うわー、すごい、結構なんかエスプラにしてはちゃんとしたまとまった試合になってる気がするんだけど、どう？敵も味方もな、うん、かなりまとまってる気がするんだけど。すごいまとまってるけど、まあ下手くそみたいな感じか。ちょっと下手くそすぎるだろ俺。相手のゲーム指摘した途端に下手くそじゃねえかよ、マジで。オッケー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 、いい勝負いい勝負。よし、やり、よし、味方のおかげ、味方の肉引きのおかげだわ、マジで。肉引きの戦い。きつい。
下手な鉄砲数打ち当たるってよく言ったもんです。ちょっと待って、正面部隊いけるか、守れるか。あ、やばいやばいやばい、これマジでやばい。あー終わったかも、待って、やばいかも。あーいけるか。いや、これ正面から行った方がいい、飛ばない方がいい。あーやべえ、4個入ってんじゃん。だってもうまず1個防ぎ。いや、やったでしょ、これは。持ちこたえたでしょ。よーし、持ちこたえた。これは俺やったでしょ、珍しく。珍しくやったと思う、これは。俺、目覚ましてきたかもしれない、これは。眠ってた力が。よーし、ありがとう、味方のおかげ。これ3連勝来た、これ。いや、あそこ止めたのちょっと熱かったなぁ。あそこにいつもあったスカってね、入れられて、おーいってなんだけどね。自分のせいなのに、おーいという感じでね、やってますけども。よし、ナイスナイスナイス。あら、俺が頑張ったんじゃん、これ。いや、でもなんかすごい頑張ってくれてた気がするけどな、守ってくれたり、攻めたり。全然いいんだよ。キルレイとか関係ないから、ほんと。だいたいキルレ関係なくて、ちゃんとこうルールに即した行動を取っていけばいいんすよ。アサリ縛ってるやつが言うことじゃねえけどな。さあ、あと一本やっていきたい。さあ、これ4連勝といけば結構熱いよ。久しぶりだよ、こんな勝ってんの。今日、まあ割となんか落ち着いてる気すんもん。いつもに比べてな。いつも全然、なんか、突っ込んだりして死んでるけど、今日は、まあ自画自賛ですけど、割と、ゲーム的な動きできてんじゃないかな。そのゲームの、その、肝をちゃんと見れてんじゃないかな。じゃ、今回、今回っていうかこれからちょっと、アサリとホコ、ちょっと、何でしたっけ、重点的にやっていこうかなと思ってます。はい。なんとか X 戻してね。まあ、ホコは一度も X 行ったことないですけど、アサリは一応 X 行ってるので、アサリ縛っても。で、X に戻していきたいというのが、まあ、狙いですね。はい。もうヤグラとかどうでもいいんですよ。まあ、眼科勢の方がでもやっぱ好きだね。好きくないかって言われたら好きだね。またあのスクイックいいんじゃない？ちげえ、リッターか。ああ、マジか。早いな。先に振ったんだけどやっぱカーボンの方が早いっすね。申し訳ない。せっかく教えてくれたにもかかわらず。やられたーまあ、ああいう使い方いいんですよね。なんかもう、味方とか、なんか、いないのにさ、撃ってくるやついるじゃん。あれって意味ないから、マジで。カーボンは俺がしっかり処理してやんないと、味方が、辛いと思ってる。ローラーは頑張ってローラーが処理するべきだと思ってるし、やんないとダメだと思う。落ち着いて1枚ずつやっていくっていう。あーやばいやばいやばい、うわ、あーくそダメか。やばいな、これはちょっとまずいかもしれないね。あ、ごめんごめん。おじさんのくしゃみだな今の。ごめんって言おうとしてヘキションって言ったから、もうなんかおっさんのくしゃみそのものになってしまった。なんか恥ずかしい、恥ずかしいな今のは。なんか消せるもんなら消したいぐらいの過去。俺の今まで歩んできた人生と同じ。これはまずいな。リッターの車線気にして動けないもんだな。わあ、なんかスティックの調子おかしいな。あ、違うか。あー、なんかいやー、活躍できねえなー。味方頑張ってくれてる、今回も。頑張ってくれてるけど、ちょっと、いまいち、その、押せないって感じかな。なんでこんな前にいんの、リッター。どうした？わしが行くしかないみたいな。お、2枚やった、2枚やったよ。偶然だけど。偶然なんだけど、偶然が必然と昇華していく瞬間が見れるかもしれない、こっから。
相手一応ワンゴ味方がね一応ワンゴール決めてくれてるんで、それはちょっとさすがにやりすぎじゃない？敵。うまい、危ねえ。よし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 。とりあえずメイクできたんじゃないか、ここまでは。やべ！あいつのアーマー2回潰せてんのはでかい。あとカーボンが気になるな俺。どこにいるんだろう、どこにいらっしゃるんだろう。あ、カーボン死んでる。あー、くっそ、ムカつくムカつくけどやばい、これ守らないとわかんな。正面から行くか。あー、間に合わないかも、間に合わないかもしれん。ナイスナイス、味方が防いでくれた、素晴らしいね。申し分なんか最近すごい味方運がいいな。完全に味方に勝たしてもらってる試合ばっかや、申し訳ないわマジで。あれ、おらんのか。行かない、これは行かないっすね。いや、ビーコンなんかね、やっぱ綺麗、俺のビーコン汚いっすよ。汚いけど、別にいいと思ってる俺これで。なんだ問題ないと思ってるんだけど、どうだろう、なんか多分汚いとかもっと丁寧に置けるとか言う人いるんだけどさ、でもなんか置かないより置き続けてた方がいいと思うんだよね。当然できる人はよ、できる人は、できる人はそうした方がいいと思うんだけど、なんかそこに置かなきゃいけないみたいので置かないんだったら意味ないから、なんか置き続けた方が俺はいいと思ってる。まあ持論ですけどね。だからまあお前 X いけねえんだよって思うかもしれないけど、まあ置き続けるで丁寧に置ける方がいいと思うんだけど、まあ丁寧に置けるときは置いてるつもりなんでね、もうちょっと置いた方がいいのかもしらんけど、あらららららら、ダメか。ああ、まあ、ついてたから無理しないでよかったな、今。引きながら、縦打ち、縦振りして、もう一回縦振りみたいなのだったわ。で、間髪入れずビーコン。あ、ナイス、素晴らしい、ありがとう珍しく4連勝しましたね、昨日から含めて。よかった。よし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 、こんな感じでアサリ頑張って勝っていきたいと思います。ちょっと立ち回り変わったと思うんで、なんか、戦場にただ赴くんじゃなくて、頑張って、こう、場を整えていくって感じ。これがもともと俺の、アサリ縛りのその守備理論だったんだけど、ちょっと崩れてたから、ちょっとまあ中盤とか終盤、まあ前行くときは前詰めるんだけど、割と中盤でこう殺していくみたいな、場を整えていくみたいな戦いをしていきたいと思ってます。はい、アサリ頑張ります。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。